こんにちは。今回は飛行機の翼の形を分類してみましょう。まずはじめに飛行機といって皆さんが想像するのはこのような旅客機の翼ではないでしょうか。飛行機に使われている翼はこのような三角形だけではないのです。全部で9種類の翼の形をご紹介します。それではそれぞれ見ていきましょう。この写真はウルトラライトプレーンに分類される航空機です。翼の形はほぼまっすぐで長方形の形をしています。この翼のメリットは、翼が失速状態に陥るとき、翼の根元から失速に入り、徐々に先端の方向に進行していくので、翼の先端についているエルロンは、失速が始まったばかりでは、まだ操作が可能だということです。この写真は、第二次世界大戦にイギリスで活躍していたスピットファイアーという飛行機です。翼が丸くなっているため、ウィングティップボーテックスが小さくなるというメリットがあります。しかし、楕円の加工は難しく、生産コストがかさむというデメリットもあります。日本でも99式艦上爆撃機などに採用されました。この翼は写真を見ての通り、翼の先端に行くにつれてどんどん細くなっているのがわかります。なので、テーパー翼とは別に直線先細翼とも呼ばれています。先ほどの楕円翼を後継する翼です。楕円翼と比べて構造重量、強度、揚力分布の面で作れています。失速に近づくと翼端から気流の剥離が始まってしまいます。テーパー翼とは先端に行くと翼が細くなっていきますが、その逆で翼の先端に行くほど太くなっていくのが逆テーパー翼です。逆テーパー翼はアメリカの XF-91 という戦闘機で試験的に採用されましたが、正式には採用されなかったようです。デルタ翼のデルタはギリシャの文字のデルタから来ております。翼の面積が他の翼よりも広いので翼面荷重は小さくなります。加速性高速域での運動性に優れ、超高速飛行に向いている翼です。こちらの写真はアメリカ空軍に正式に採用された F-102 という戦闘機です。先ほどのデルタ翼は二等辺三角形だったのに対して、ダブルデルタ翼は翼の前縁の部分がカーブしております。スペースシャトルにも採用されており、翼の前縁の胴体に近い方は後退角が大きく取られており、中間から先端にかけて後退翼が小さく取られているのが特徴です。アングルアタックが大きくなった時に前縁の内側に当たった気流が渦を巻き、主翼に当たることで翼上面の気流の剥離を抑える効果があります。この写真は引退してしまったコンコルドです。この翼は OG 翼やクランクとアローデルタ翼と呼ばれています。先ほどのダブルデルタ翼の内側の後退翼を緩やかにしたものです。効果はデルタ翼とほぼ同じです。デルタ翼の先端を切り落とした形がクリプトデルタ翼です。デルタ翼の先端部分は揚力をほとんど生み出さず無駄になっているので、そこの無駄を切り落としたのがクリプトデルタ翼です。この写真はアメリカの爆撃機 B2 です。デルタ翼に似ていますが、胴体を含め1枚の主翼でできています。一般的な飛行機は胴体、主翼、水平尾翼、垂直尾翼から構成されており、構成する要素も多くなるとそれだけ重さが増し空気抵抗も増えますので、全てを主翼にしてしまおうということで作成されました。しかし設計上操縦や安定性の確保が難しく、実用機になったのはこの B2 しかありません。以上、9種類の翼の形の分類でした。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。